こんばんは、クリミナルです。今回は千葉県千葉市で発生した未解決事件を3件ご紹介します。これが3つの事件の発生時期と場所になります。短い期間に近いエリアの中で3つの事件が発生したのです。一件ずつ事件概要を説明し、最後に考察を述べたいと思います。では始めます。1991年7月24日午後7時25分頃、千葉県千葉市中央区末広のアパート1階の部屋で、東野幸子さんが頭から血を流して倒れているのを東野さんの上司が発見した。上司は東野さんが会社を無断欠勤したため心配して家を訪ねていた。遺体発見時、部屋は明かりがついており、テレビもつけっぱなしだった。上司は在宅だと思い玄関から声をかけたが、反応がなかった。不審に思いアパートの反対側に回ってみると、サッシ戸が30センチほど開いていた。そして中を覗き、倒れている東野さんを発見したのであった。司法解剖の結果、東野さんは灰皿のような重量のある鈍器で頭を強く殴られており、死因は脳障害だった。なお暴行された形跡はなかった。死後約1日が経過したものとみられ、死亡推定時刻は24日の午前0時から午前1時半頃である。なお事件当日は東野さんの両隣の部屋の住民は共に不在だった。発見時、東野さんは T シャツにトレーナーパンツという普段着姿。室内に物色された形跡はなかったが、財布から現金が盗まれていた。なお室内から犯人の足跡が見つかっており、靴のサイズから犯人は小柄な男だと見られている。東野さんは短大を卒業後、自動車販売店に勤務し、事件の半年前から2階建てアパートの1階で一人暮らしをしていた。東野さんは明るい性格で人懐っこく、自動車販売店の看板娘となっていた。東野さんは前日の23日午後6時に勤務先を退社し、翌日は無断欠勤。同日午後5時に出席を予定していた懇親会にも姿を見せなかったため、午後7時過ぎに上司が東野さんの自宅を訪れたのである。県警は顔見知りによる犯行とみて捜査に当たったが、犯人特定には至っていない。自宅付近で東野さんらしき女性を乗せた黒いスポーツカーが何度か目撃されていることが分かっている。ただ同僚によると、特定の男性と付き合っているような話は聞いていなかったという。もしかしたら周りに話していないだけで、東野さんには交際相手がいたのかもしれない。また24日午前0時40分から50分頃、不審な男が目撃されている。目撃者の男性によると、低いうめき声と物音が聞こえたので、窓から外を見ると、身長150センチから160センチくらいで、ボンボンのついた赤い毛糸のスキー帽子をかぶり、紺色のジャージを着た男が、東野さんの家の外側のフェンスを乗り越え、近くの公園方向に歩いていったという。その際、目撃者の男性は、その男と目が合ったが、男に慌てた様子はなく、歩いて立ち去ったという。なお東野さんの部屋から公園まで血痕が見つかっている。県警はこの男が事件に関与しているとみてポスターを作成していた。犯人の侵入経路ですが、アパート裏のサッシ戸と見られています。東野さんは帰宅後に空気の入れ替えのためサッシ戸を開けっぱなしにしていたのでしょうか。この事件はおそらく流しの犯行ではなく、顔見知りによる犯行だと思われます。事件当時、部屋は明かりがついており、テレビもつけっぱなしの状態でした。つまり就寝時を狙った犯行ではないということです。また23日の深夜に何か言い争うような声を聞いたという証言があったことから、東野さんは顔見知りの人物と自宅でトラブルになった可能性が考えられます。
暴行されていない点も踏まえると、犯人はそれが目的ではなく別の目的があったと感じます。例えば東野さんと交際したかった、もしくは別れ話のもつれなどです。東野さんはかなりの美人で人気者だったため、一方的に好意を寄せたストーカーによる犯行とも考えられます。よってこの事件の犯人は東野さんのストーカー、もしくは当時の交際相手ではないでしょうか。ただ東野さんに彼氏がいたとして、彼氏が犯人だとすると、玄関から部屋に入るのではないでしょうか。個人的には交際相手による犯行ではなく、東野さんのストーカー、またはストーカーと化した元彼氏による犯行ではないかと思いました。財布から現金が盗まれていたのは強盗に見せかけるための偽装工作ではないでしょうか。目撃証言から男の身長は150センチから160センチくらいと見られ、男にしては小柄です。また室内で確認された足跡のサイズからも犯人は小柄な男だと見られており、これは角度の高い目撃情報だと思われます。県警もこの情報をもとにポスターを作成しており、この男を本星と見ていたことでしょう。黒いスポーツカーに乗った人物が彼氏だったのか、もしくは元彼氏だったのか、それとも親しい友人の男性だったのか、その点は現在も不明です。1991年9月27日午前11時5分頃、千葉県千葉市美浜区磯部2丁目の道路脇にあるゴミの中から、青野清美さんの前大腿がゴミの清掃業者によって発見された。現場は県立高校のグラウンド裏にあたり、当時は不良の溜まり場となっていたようだ。また住宅も建て込んではおらず、行き止まりの場所だったため、ゴミの不法投棄が多い場所であった。清掃業者が高さ1メートルにまで積み上がったゴミをショベルカーでどかした際に、布団にくるまれた青野さんの遺体を発見したのである。当初作業員はマネキンかと思ったが、異臭がしたためすぐに亡骸だと気づいた。遺体は膝を折るような横向きの格好で見つかり、すでに腐敗が進んでいた。司法解剖の結果、頭を鈍器で数回殴られた跡があり、死後1週間程度が経過していた。また腕には鋭利な刃物で切りつけられたような跡があった。遺留品がなく歯の治療の跡もなかったため、少しの間遺体の身元は不明であったが、青野さんの父親が9月26日に捜索願いを出しており、その特徴と一致したため身元が判明した。青野さんはスナックで働いていたが、事件の10日前の9月17日から気分が悪いとして店を休んでいた。20日午後1時ごろ、同居する父親が夜勤から帰ってきた時には青野さんは外出しており、それ以降家に帰ってこなかった。そして26日に父親が捜索願いを出したのである。行き現場は行き止まりで、犯人は土地勘のある人物と見られている。この事件は目撃情報はなく、物証は遺体をくるんでいた布団のみである。死亡推定時刻から青野さんが家に帰らなかった日、つまり9月20日が殺害された日と見られています。青野さんが失踪してから目撃情報が一切ないことから、おそらく青野さんは知人の家を訪れ事件に巻き込まれたか、もしくは一人で道を歩いている時に通りかかった車にさらわれてしまい、被害に遭ってしまったのではないでしょうか。犯人は間違いなく土地勘のある人物で、男である可能性が高いと思われます。犯人が遺体を遺棄した場所は地元民にしか知られていないような道で、人目につきにくい行き止まりの場所です。おそらくゴミの不法投棄が山のようにされている場所と知った上で、ここに遺棄したのでしょう。青野さんはスナックに勤めており、仕事柄その交友関係は広かったと見られています。県警は青野さんの遊び仲間やスナックの客などを中心に調べ上げましたが、成果は出なかったようです。そうなってくると、青野さんが見知らぬ人物に脅されさらわれてしまい、被害に遭ってしまったというケースが現実味を帯びてきます。
つまりこの事件は VO 関係がないのではないかということです。 VO 関係とは、事件前に被害者と犯人の間に人間関係があったかどうかということです。この VO 関係がない事件が、いわゆる行きずりの事件であり、解決が非常に難しくなります。これは推測ですが、青野さんが深夜一人で歩いている時に、チンピラのような男複数人に車の中に強引に押し込まれてしまい、溜まり場になっているような場所にさらわれてしまった。そこで青野さんを暴行しようとしたが、抵抗されたため殺めてしまったという説は考えられないでしょうか。私はこの事件は複数犯による犯行ではないかと思います。青野さんは身長170センチと女性にしては大柄でしたが、相手が複数の男であれば、さすがに太刀打ちできないでしょう。また犯人たちは青野さんを手にかけた後、すぐに遺体を遺棄したと思います。遺体をしばらく家に隠しておいても、異臭で周囲の家に気づかれてしまう恐れがあるからです。複数犯であれば見張りを立てることができて、遺体を運ぶのも比較的容易にできるかと思います。逆に単独犯で考えると、成人男性一人でも実行は可能ではありますが、それにはかなりの労力と時間を必要とし、手間取ってしまうと誰かに目撃されてしまうリスクも生じます。よって私は複数犯による犯行ではないかと感じました。そして遺体の遺棄現場ですが、当時ここは不良の溜まり場となっていました。もしこれが不良グループによる犯行だったとすると、その場所は彼らにとって生き慣れた場所だったはずです。1991年10月25日午前7時45分頃、千葉県千葉市美浜区磯部6丁目にある団地の公園の植え込みで、多田昭恵さんが頭から血を流し仰向けに倒れているのを通勤途中の女性が発見した。この場所は JR 毛見川浜駅から徒歩6分の場所で、多田さんの自宅は遺体発見現場から十数メートルの場所にある。事件当日は雨が降っており、現場には開いたままの傘や脱げた靴が転がっており、多田さんが持っていたバッグが奪われていた。司法解剖の結果、死因は頭部を棒状のもので殴打されたことによる脳挫傷だった。死亡推定時刻は25日午前0時から午前1時頃と見られている。遺体発見場所の植え込みは死角となる場所で、翌朝まで遺体が発見されなかったのである。多田さんは事件前日の24日は勤務先を退社後、同僚の送別会に出席、午後11時過ぎに会社の仲間と別れ帰宅したものとみられる。送別会会場の最寄り駅から自宅の最寄り駅 JR 京葉線毛見川浜駅までは約1時間かかる。毛見川浜駅から自宅までの距離は約400メートル。おそらく多田さんは午前0時過ぎに徒歩で帰宅していたところを何者かに襲われたものとみられる。現場となった団地は5階建ての中層分譲住宅。事件当時は694世帯が住んでいた。多田さんは県立高校を卒業後、都内の証券会社に就職し、真面目に仕事に取り組んでいた。高校時代の恩師によると、多田さんは目立つタイプではないが、しっかりとした子という印象だったという。県警は辺り一帯にローラー作戦を実施するなど懸命に捜査に当たったが、現在もなおこの事件は未解決である。現場付近で過去に刃物を持った男が主婦を脅したり、子供がいたずらをされる事件が起きていた。また事件当日の深夜、現場近くに住む就寝中の主婦が、おそらく多田さんと犯人が格闘していた時、男の大きなうめくような声を聞き目を覚ましたという。そこでベランダに出て外を見てみたが、雨が降っており暗くて何も見えなかったという。それとほぼ同時刻に、身長170センチ、小太りで坊ちゃん狩りの若い男が現場近くを走り去る姿が目撃されている。年齢は15歳から25歳くらいで、白いポロシャツに水色のジーパンを履いていたという。
この事件は強盗の犯行ではないでしょうか。犯人は多田さんを尾行したか、もしくは現場近くに身を潜め犯行に及んだかの二通りが考えられるかと思いますが、個人的には犯人は現場近くの公園に身を潜め相手を物色していたのではないかと感じました。犯人は強盗するつもりで凶器を持参し犯行に及んでいます。現場の様子から多田さんが激しく抵抗したことは明らかです。犯人は被害者が抵抗しなければ金品だけ奪って立ち去る気だったのではないでしょうか。もしかしたら犯人は過去にも強盗に及んだことがあり成功体験があったのかもしれません。ただ今回は激しく抵抗されたことで逆上し多田さんを手にかけてしまったのではないでしょうか。被害者の頭を7回も殴打し手にかけてしまっていることを考慮すると犯人は小心者であった可能性が高いように感じます。疑問なのが、なぜ犯人は団地のような集合住宅で犯行に及ぼうと思ったのでしょうか。犯人側の心理として、誰にも見られない、物音を聞かれないような場所で犯行に及ぶ方が都合がいいはずです。もしかしたら犯人は相当若い男、例えば中高生くらいの男で小遣い欲しさに安易に犯行に及んだ、素行不良の少年だったのかもしれません。これら3つの未解決事件は短い期間の中で、さらに近いエリアの中で発生したことで、同一犯による犯行という説もあります。また、1件目の事件が他の事件を誘導した、つまり連鎖したのではないか、という話も出ました。ただ、1件目の事件と3件目の事件は現金が取られていますが、2件目の事件は犯行内容がだいぶ異なります。また、1件目の事件の犯人の特徴と3件目の事件の犯人の特徴が違います。よって私は全てが同一人物による犯行ではないと思います。3つの事件それぞれに別の犯人が存在していると思います。そして現在もなお、それらの犯人は捕まっていないのです。事件当時の千葉市美浜区は東京湾の埋め立て地にできた新興住宅地で、いわゆるベッドタウンでした。それゆえに地域一帯の人間関係が希薄で、それが事件解決を遠ざけてしまっていたのかもしれません。この3つの事件について何かご存知の方は情報提供をお願いします。最後に被害者の方々のご冥福をお祈りするとともに、事件が一刻も早く解決することを望みます。